おい、あった、絶対ここや。あー、あったあった、よかった。はい、邪魔が入りましたけど、遠距離攻撃、これはね便利ですね。脱出、よし。はい、というわけで、マップに出てたのでね、出口のすぐ近くになんか、まあ塔的なものがあるので、まあ寄っていこうかな。なんやろね、これ。お、なんか肌の色。ここは長い長い間神羅軍と戦ってきた戦場。今もじっくり腰を据えて彼らと戦っている。もしあんたらの旅に余裕があるならば我々に協力してくれ。うん、でも無理にとは言わん。急ぎの用があるのならそちらを済ましてからの方が良いだろう。協力してもいいが、ジュノンの町はどこにあるっていう選択肢じゃないの。どっちかな。ジュノンの町、あ、協力してもいい。そうか、それなら上に登って詳しい話を聞いてくれ。おう、行こう、行こうじゃないか。でもなんか彼の言う通り厳しいかもしれんな、今言ったら。まあでも別にそんな、こいつらは急いでても俺は急いでないから。え、何これ。ああ、そこね。どこ見てええんか分からなかったよ。アリナスみたいな、なんか。ここ何やったっけ、あんま覚えてないな。何これ、セーブポイントあるね。ほう、珍しいな、こんなところまで登ってくるとはな。変わった目をしているな。まあ関係ないか。ここはもうすぐ神羅との戦場になる。巻き添えにならないうちに降りなさい。なんだ俺、どういうこと、戦場って。神羅か。あなた方も神羅とは何かあるらしいな。せっかくここまで登ってきたんだ。ちょっとだけ話を聞いていかないか。うん、いいだろう。この山の上に何が乗っているのかわかるかな。おっきな鳥さん。マコーロとコンドルだな。確かに山の上にあるのはコンドルとマコーロだ。シンラはマコーロの上にコンドルがいることが気に食わないらしい。どうして。理由がわからないな。どうやらこの上のマコーロには何やら特別なマテリアがあるらしい。そこへコンドルが来たので、シンラは慌てて軍を送ってきた。軍の目的はコンドルとこの山に住む私たちの排除だ。今コンドルは数年に一度しか産まない卵を温めている。私たちはシンラの手からコンドルの営みを守ってやりたい。新しい命か。コンドルの卵を守らないとね。卵を守るためにマコーロを守るのか。残念ながら私たちには直接神羅と戦うだけの能力はない。兵を雇って一緒に戦ってもらっている。スポンサーとしてギルの援助でもいい。一緒に戦ってくれるのでもいい。どうだろう、一緒に戦ってもらえないか。まあ気に食わんしな、あいつら。クラウド何迷ってるの。どうするか君が決めたまえ。わかった。そうよね、頑張りましょう。分かった、協力しよう。やっぱレッド13結構いいやつやな。なんやかいんやで。おお、よし来た。ここなんか、ここに行く前に、まあまあいっか。ここ確か無料なんで休もうね。そうだな、これが1対1やったら断る理由なんてないのにな。エアリスにね、休もうねって言われたらもう無理ですわ。あ、ちょっと今休んだでしょ。
カツを入れていく。ここ、あれ？あの、待てって書いてる。アイテム、待て。ここさ、あの方、おらんかったっけ？そろそろやと思うんだけど、俺の記憶違いかな。ちょっとあるお方と会う予定やったけど、俺の中では。通り過ぎた？もしかして。あんな距離、ちょっとしかないのに。あらら？テント。まあ、テント。まあ、帰るときにね、こう、なるだけ買っとこうっていう、俺のこの、テントはまあ、あって困らんから。いっぱい買っときましょう。あ、来た。炎、霊気、カズチ。赤字だ。回復は3あるね。え？持っている数、こう炎型やな、これ。まあまあ、いいか。3つ以上持っとけばまあ、ね。対策としては、立てやすいので。3つ持っときたいね、やっぱり。どうしても、マテリアは。買えるやつはね。買えないやつはしゃあない。スポンサーとか言ってたけど、どこに行けばいいかな。シンラとの戦いになるって言ってるから、本筋なんかな、俺。あ、さっきの人かな。引き受けてくれてありがとう。じゃあ早速戦術の説明をしようか。敵はこの山の魔航路を目指して登ってくる。それに対して罠を置き、兵を立って守るのだ。タワーディフェンスか。まあ、これだけなのだが、この村はまだ、お金がない。戦おうにもお金がなくて何もできない。何せ兵を雇うと400ギルも必要になる。20部隊雇うと8000ギルにもなってしまう。つまり君たちにお願いするのは時間がかかるのであれば、君たちのお金で兵を雇い、時間があるのでか。罠を買って配置し、指示してもらいたい。時間がないのであれば、資金援助をお願いしたい。資金援助してもらえれば、その資金で兵を雇い、神羅の攻撃を防げる。ものすごく勝手なことを言っているのは十分承知している。母親たちと子供たちは別の村へ移した。私たちも、覚悟はできている。話を元へ戻そう。もしこの小屋に敵が侵入した時には、君たちが直接戦わなければならなくなる。まあ、一回負けたからといってそれで終わりにはならないけど、何度も負けてしまうと危険だね。勝利条件のこと。敵を全滅させる、もしくは、敵にはコマンダーと呼ばれる司令官がいるから、そいつを倒せば勝利だ。敵が小屋に接触したならば、ここへ乗り込まれてしまうから、直接戦わなくてはならなくなる。もし直接戦って負けてしまい、魔航路に取り憑かれても、ある程度までならなんとかなる。ある程度と言ったが、どれぐらい耐えられるかは実際にやってみなくてはわからないと思う。耐えきれなくなった時、コンドルの命も、私たちの命も、魔航路内部のマテリアも、神羅に奪われてしまう。嫌だ！絶対に嫌だ！おお。敵は4タイプ。ワイバーン、ビースト、バーバリアン、コマンダー。うん。三連ガン、ラッキー。はいはい、取り憑かれたらしんどいのがビーストか。関節攻撃。一騎打ちできないですかね。え、これ今すぐやらなあかんのかな。ファイター、アタッカー、ディフェンダー。ファイターとアタッカー違うんや。シューター、リペアラー、ワーカー。うん。まあちょっとマジで。おい、まだ準備ができていない。オッケー。ふぅ、危ないとこやで。ちょっと後で、ちょっとある方に会いに行こう。
あー、なんかこういうとこやった気がするな。なんか不思議やねんけどさ、確かワールドマップで出会えるみたいな感じやったと思うね。確か多分ね。曲変わるんかな。あ、来た。はい。なんで無言やねん。持ってないか。今日切り。どうしよう。いいね。勝ちました。さあ、誰なんでしょうか。明らかに見た目の。ここで気をつけてください、皆さん。気をつけて。ここね、セーブポイント行くでしょう。で、セーブしようとするでしょう。逃げられるんですよ。この人に。逃げられるんです。気をつけてください。話しかけましょう。チキショー、この私が負けるなんて。やい、このツンツン頭。もう一回、もう一回勝負だ。で、まあこれいろいろ選ぶんやけども、まあ興味ないね。ん、逃げる気？ちゃんと勝負しろ。しろったらしろ。シュッシュ、どうしたどうした、私の強さにビビってんだろ。まあな。大人やな。やっぱりそうか。ま、私の実力から言えばそれも当然だね。あんたらも頑張れよ。また気が向いたら相手してやるからさ。じゃあね。本当に言っちゃうからね。本当の本当だよ。まあ引き止めましょう。ちょっと待った。なんだよ、私にまだなんか用？ははーん、さてはあれかな？私があんまり強いんでぜひ助けてほしいと。この私に一緒に来てくれと。そういうこと？はい、これは、そういうことを選びましょう。あの、冗談じゃないって言うと、もう一回これやらないといけないんで、この茶番を。やっぱりね。いやー、参ったな。どうしよっかな。でもそこまで言われちゃこの私も断れないし。よし、わかった。あんたらについてってやるよ。名前は？先を急ごう。まあ、先を急ごう。あれ？ちょっと。興味ないんかいっていう。ちょっと、私まだ名前。ユフィ。みんな大好き、ユフィちゃん。作り笑顔すぎひん、これ。ユフィちゃん可愛いね。ユフィちゃんも可愛いな、確かにな。カメラ見せ、こっち見んな。私ユフィ、一つよろしく。このユフィちゃんがね、強いんですよ。へへへ、うまくいったよ。あとあれを何して、クックック。おい、待ってよ、待ってってば。このユフィちゃんがね、強いんですよ。はい、というわけでイフィを仲間にしましたと。じゃあ、戻ろうかな。あ、このなんか多分あっこが本筋なんで先やっちゃいましょうか。あれどこや。あ、で、そやそや、今はいないけど、敵からアイテムをね盗んで、ユフィ用の、これもユフィ用なんかな、ビースメーカー、このブーメラン、うん、盗んどいたんで。なんかね、なんかステルス戦闘機みたいな形の鳥みたいなやつから盗めるんで、まあよかったら盗んでください。はい、というわけで、あ、ここか。あれ、コンドルなんや。でっか。一通り、説明は聞いたので、やっていこうかな。
しゃ。今回は任せるのかな。準備できてるよ。10匹程度。アタッカーを目配置した方がいいかもしれないな。優しいな、こいつ。え？ああ。おお。どこまで？じゃあここに。ファイター、あ、これ見れるやん。じゃあやっぱこのなんていうの、たくさん、どうしようかな。こうやっぱ前衛押せるやつがいいよね。まずとりあえず様子見で一体で。はい、どういう感じで来るんかな。来てるね。こいつ何？ビースト。行動、待機、移動。ああ、移動させれんのか。じゃあ攻撃刺してみよう。とりあえず味方のいる手前ぐらいにまでしか出せないのか。遅いなぁ。あ、でも結構出せる。いけ。タコ殴りにしちゃったんじゃん。タコ殴りや。ボッコボコにしちゃろうぞ。うわ、なんかすごいのいる。これがもしかして。お、こいつ困んだ。もう終わりやんじゃん。ファイター最強説あるな。ゲイ。ふう、ゲームスピード遅いな。これ変えれるんかな。なんかゴリ押しなら なんとかのやつやね。ふう、うまくいったな。しかしシンラーは必ずまたやってくる。次はいつ攻めてくるかわからないから時々見てきてくれよ。味方は6体残ったから1200ギル返すよ。おう、マジックコーン、魔法の櫛。魔法の櫛か。なんだろう。おお、武器、マテリア成長2倍。神アイテム、ありがとう。また来るわ。いいもんくれや、また。あ、金減ってる。あら、金さえあればなんとかなるな、このゲーム。